これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし木の葉を救った英雄の命を懸けて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。知ることのない真実の物語。序章、九尾襲来。しても臆してはならん。わしらには守るべきものがある。行くぞ。今こそ木の葉の力を結集し里の外に奴を追いやるのじゃ。おお、里に手出しはさせん。行くぞ。Thank you.
張りおる。じゃがこの葉は負けぬぞ。こっちの攻撃がすり抜けた。なんだあの術を。待っていてくれ、すぐに。今のお前によそを案じる暇などない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。里の様子が気になるようだな。しかしだからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目火影。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。すでに希望などお前らにはない。ここだ。これは契約封印。これでキュービーはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれキュービーを引き離すとはな。だがキュービーはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑るもの。やりようはいくらでも。あの感じ、嘘で言っているんじゃないけど、今里の外へは追いやった。次々に仕掛けるのじゃ。また俺をやる気か。させるかボビか。四代目、分かってる。港、キュービーごと飛んだのか。迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫かい。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。
守るべきものがある限り、俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。